障害の有無にかかわらず歌を楽しむ合唱隊ホワイトハンドコーラスが今日知事のもとを訪れパフォーマンスを披露しました。小池知事に第九を披露したホワイトハンドコーラス日本は、聴覚に障害のある人が手話をベースにしたパフォーマンスを、視覚に障害のある人は声で音を伝えることで障害の有無にかかわらず参加できる合唱隊です。障害者の心や体のバリアフリーを目指すとして国際的に評価され、今年2月にはオーストリアのウィーンで開かれた国際会議でもパフォーマンスを披露しています。今日はこのウィーンでの活動について報告するため小池知事のもとを訪れました。皆さんがどうぞこれからも日本中そして世界中の人たちをですね、心をつないでいただいて一層活躍されること、素晴らしい主歌そしての歌の喉をですね、素晴らしい歌を聴かせていただきたい、見せていただきたいと思います。